なんでそうなんのそんなこと言ってへんやろあのさ私の気持ち全然分かってへんとか言うけどじゃあ君は分かってんの俺の気持ち分かってくれてんのなあ,あ,あちょっと一旦落ち着こうかって泣いてたって分からへんやん冷静に話そうやんやだって言うけどまたそうやって逃げんのはあもう寝るって もうしゃあないな。じゃあ好きにしたら俺はまだ仕事残ってるから、それ終わらせてからまた寝るわ。おやすみな。ああ、これ来週までに提出せなあかんのに、全然やる気でえへんやん。あ、はあ、もうこんな日はだめやから、もう寝よっかな。あいつももう寝てんのかな。おーい。 起きてますか寝たふりしてんの分かってんのやからな。じゃあ、これが聞こえてたら、こっち来てや、早く、なあなあ怒っててもええからさ、早くこっち来てえ。寝てるんやから邪魔しないでって。あ、やっぱ起きてんねやんか、ほら。でもそうやってまだ、意地張るつもりなんやな。分かった。じゃあ、俺も寝るわ。ほんま意地っぱりやな。 ああ、もう寂しいけど、まあお休み。んーなんなん俺寝てるんやけど。眠れないって言われてもな。目閉じてたら、そのうち寝れるんとちゃいますかそうじゃなくてって。じゃあ何あ、黙っちゃった。ほんと素直じゃないよな。 でもそういうとこめっちゃかわいいと思うで。ほらおいで。腕枕して、ぎゅーってされたんやろ。ほら早くこっち来て早く。5、4、3、2、1。はい捕まえた。<laughs> ああ、でもやっぱ落ち着くな。 毎日こうやってギューってしたまま寝てるからさ、こうしないとなんかもう落ち着かへんねやんか。ええー、君もそうなんそうなんや。え、ここは私の居場所って俺の腕の中が <laughs> めっちゃ可愛いこと言うやん。やっぱほんま可愛いな。あのさ、さっきはごめんな。君の気持ちも、 ちゃんとわかってるつもりでおったんやけど、明日のデートで久々に遠出にするっていう約束楽しみにしてたやんか。でもそれあのに急に仕事になってもうたから、それはほんまにごめん。でも俺もすっごく楽しみにしてたんやで。だから、私のことなんてどうでもいいんでしょとか言われたらさ、つい熱くなって言い過ぎたんや。ごめんな。俺さ、 君のことをどうでもいいなんて思ったことは一回もないで大切にしたいし大切にせなあかんなっていっつも思ってるでも仕事せえへんとさ君を幸せにすることもできへんやろそこだけを分かってほしかったんやうんうんええー、子やな分かってもらえたらそれだけで嬉しいで じゃあ、仲直りのキス、して。そう、君から。たまにはええやん。な、やってやん。なあ、照れなくてええから早くして。ああ、もう好き。大好きやで。これからも、喧嘩してもさ、寝るときは毎回こうやってギューってさせてな。君のぬくもり感じながら、 こうやって安心して眠れるのだけが最高に幸せやねん。だから約束してな。うんうん。おやすみ。